固め技、固め技は、格闘技、武道において、相手の動きを封じる技を言う。基本的には、寝技で用いることが多いが、立ち姿勢や膝をついた姿勢でも用いられ、固め技の全てが、寝技の範囲中に入るわけではない。この両者は互いに重なり合う部分が大きいと言える。近現代の固め技は、おそらくそれ以前のものとは正確を意味する。 時代で分類するのが正しいとも言い切れないが、少なくとも、戦場の格闘において、相手を傷つけずに一定時間固定する、技の有効性は、著しく、低いと言える。固め技の、格技法は、相手を固定すると同時に、自分の位置も固定する性質を持ち、多敵状況において、その行動は、無意味に、己の身を危険にさらす行為となってしまうゆえである。 そういった背景から俯瞰すると、寝技の項目にもあるように、その抑え込む技法は相手を仕留めるためのつなぎの技であり、頸部を締め窒息による気絶など、逆関節を取り、関節の破壊など、を目的としていると考えられる。試合や稽古において、固め技が決まっており逃げられないとき、かけられている側は、 相手の体の一部、あるいは床などを手のひらで2回以上叩いて、降参を知らせるようにする流派が多い。1回でないのは、反撃や偶然との混同を避けるためである。そのような合図が必要となるのはまさしく固め技の特質であって、これは非常に危険なものとなり得る。そのため少年部のある武道、格闘技でも、年少者には、使用を許可しない技も多い。 同時に固め技は実力の大きく勝るものが使えば相手を傷つけずに制圧することができるという技術特性を持つため逮捕術などにも導入応用されている。これは突き蹴りなどの打撃技においては不可能なことであるが固め技は単独で使用可能なものではなく優れた防御技やあるいは相手をひるませ倒すような打撃技。 投げ技がなければその目的を果たすことはできない。なお現場の警察官の中で、投げ、固め技により、無傷で捉えることを求めるゆえに相手に組みつく姿勢を、取り、ナイフなどの刃物によって負傷したり死亡したりする例が、組技系格闘技の経験者には、多いという。またプロレスにおいては、固め技は極技と抑え込み技の総称のことである。 そういった面も踏まえてのことであろうが、日本武術の柔術の流派によっては、固める、その動作だけではなく、敵の攻撃をさばいて地に倒し固めるまで、の一連の動作を指して、固め技と呼ぶところもある。また、固め技から、さらに急所への打突や、相口などでの攻撃まで行う流派もある。柔道では、固め技には、そもそも込み技、締め技、 関節技がある。行動間柔道では、固め技が全部で32本あり、そもそも込み技10本、締め技12本、関節技10本である。愛不制定のものでは一部異なるものがある。主に寝技で用いることが多いが、立ち姿勢や膝をついた姿勢でも用いられ、固め技のすべてが、寝技の範疇に入るわけではない。また、 国際規定では2018年に両者立ち姿勢での締め技、関節技は禁止された。技術体系としては型において依然として立ち締め技、立ち関節技も学びの対象となっている。また現在のランドリ試合においては肘関節技以外を禁じ手としているが、形においては肘関節技以外の手首関節技、足関節技も使用対象となっている。 かつての柔道試合の行われていた各時期、各時代背景、各規定によっては、肘関節技以外の手首関節技、指関節技、足関節技、首関節技などもランドリ試合において使用可能であり、各々の時代背景により使用可能な技術体系は常に変化している。相手の体をうつ伏せでなく、仰向けにし、相手の束縛を受けず、一定時間抑える技。 記録映画、柔道の神髄三船十段では、そもそも込み技のことを、固め技と呼んでいる。頸部すなわち、頸動脈か器官を、腕あるいは柔道着の襟で締めて失神、または参ったを狙う技。胴絞りは両足を組んで両足を伸ばして、胴を締める技である。指や拳、帯、柔道着の裾。 直接、足などで締めること及び頸椎に対して無理な力を加えることは禁止されている。天人心要流から多様な方法が伝わっており、柔道を首を締めることを許すという珍しいルールを持った競技にしている。小学生以下では禁止である。関節を可動域以上に曲げたり伸ばしたりして苦痛を与える技。二十世紀までにランドリでは、 肘関節のみが許されるようになった。プロ MMA と同様、立ち姿勢での関節技は使用できる大会でも、演武と異なり、相手がかからないように抵抗するのであまり極まることは、ない。中学生以下では禁止である。腕座十字型の演武1995年に、制定したアイフの技名称では、行動感と異なり、腕座は使用されていなかった。この制定には、 東海大学の佐藤信幸が尽力しており、行動感のある日本でも東海大学系の人物の書籍ではこの腕座を使用しない名称を採用しているものがある。後に UH 型目や行動感での正式名、腕座、型が IF でも正式名称に加わる。しかしながら日本以外ではそれ以降もほとんど腕座を使用しない名称が使用されている。プロレスにおいて 固め技とは、極技と抑え込み技の総称である。つまり、相手の体を、自らの体を用いて固定し、その状態を維持することにより、効果を得る、技のことである。基本的に投げ技は、固定はするものの、維持をせずに投げるために範中に含まないが、誤って、固め技の範中に含まれている場合がある。なお、極技は、 関節技、締め技、締め技、ストレッチ技などのように固定によるダメージで、タップアウトによる勝利を狙うもの、押さえ込み技は固定した状態で、相手の両肩をマットにつけ、ピンフォールによる勝利を狙うものである。なお、両者がマットに体を落とした状態でかける固め技を、寝技と呼ぶ。ありがとうございます。